どうも田中です。今回は関係詞のどこにでもあるありふれた説明、これをやっていこうと思っております。全然本当に目から鱗も飛び出ないですし、当たり前のことを当たり前に説明する、それだけでやっていこうと思います。テンションもこんな感じで特に高くもありません。で、今画面に2つの文がついていると思うんですけど、この2つの文を関係詞を使って、一文にしていこうというところなんですよね。こんな感じでいきましょうか。このざまの後ろにこの下の文、これを入れ込もうと思います。英語ってのは名詞の後ろに書いておけばね、何か置いておけばそれが前の名詞の説明になる、いわゆる後置修飾というのが英語でございますからね。ただそれだけですよ。この名詞の後ろにこの文を、彫り込んでみます。そうするとこうなりますね。もうそのまま書いてるだけです。赤い四角の後ろに、2文目青括弧で、くくった文を置きました。ただ英語っていうのは文と文とつなぐには、文と文とつなぐには接続詞または関係代名詞、失礼、接続詞または関係詞が必要。文と文とをつなぐには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 接続詞または関係詞が必要ということですから、今回は、接続詞を使うんではなくって、関係詞、を使おうってことでございますよ。で、関係代名詞に置き換えます。ここをね、非を不に変えます。で、なんで「非」を「風」にするんですかって言ったら、これですね。「非」「ひず」「ひむ」「主格」「所有格」「目的格」ってのがありましたけど、これ関係詞にしたら「風」「風図」「風む」ってなるわけですよ。で「非」っていうのは、代名詞の主格です。でこれは、関係代名詞の「風」に置き換えるという、それだけなんですよね。文と文とをつなぐには接続詞または関係詞が必要。文と文とをつなぐには接続詞または関係詞が必要。文と文とをつなぐには接続詞または関係詞が必要ということで、今回は関係詞にしてみました。でこれで関係詞は使ったわけですけど、この WH 語、疑問詞もそうですし関係詞もそうですし、これってのは文の真ん中に、文の中に置いとくわけにはいかないですね。基本的には、その塊の先頭に持っていくことになります。移動させます、ね、でこの移動させてできるのがこれですね。こいつが完成文になってくると。でこれでもう完全に正しい文です。なので関係詞ってのはとにかく、文と文とをつなぐには接続詞または関係詞が必要ということにのっとって、ここまでお話ししたような手順で、踏んでやれば、この手順を踏んでやれば、誰にでも簡単に書けるというところなんですよね。なので、逆に言うとこの元になる2文が書けないと、ここが正しく書けてないと、関係詞も、正しくはなかなか書けないんじゃないかと。で、僕の指導ではよく言ってるんですけど、書けるものってのは読めるんですよね。読めるものが書けるとは限りませんけど、書けるものは読めるのですよ。なのでこうやって書く練習を積み重ねておけば、読む時も別に読めるでしょうという、それが私の基本方針でやってます。今回のポイントは、文と文とをつなぐには接続詞または関係詞が必要ですよと、これ何度も何度も申し上げましたけど、もう一回申し上げておきます。文と文とをつなぐには接続詞または関係詞が必要ですと、こういった形で、やっていたらいいんじゃないですかという、謎のテンションでお送りしましたけど、関係詞なんてのは特に難しくはないと、この書く練習を、自分でこの関係詞を使った文を、作る練習、これを、一歩一歩着実に、やっていればできるようになるんですよという、そういうお話でした。ということで萩曜日、今回は以上です。チャンネル登録などぜひともよろしくお願いいたします。